今回の議運はカレンダー完売プロジェクトの大反省会後編。前回それぞれにカレンダーが完売しなかった原因を聞いていくと、諸国アナから衝撃の発言が。カレンダーを撮影してからものすごく太りました。それ関係ない。全然関係ない。果たしてその真相とは。このね、カレンダーが売れなかったことの反省点で、発売後の自分の反省点ではないわけよこれ。いやでもそのテレビを見た方が買ってくれるってことじゃないですか、うん、あ、そっか。なんかなるほど。その私が買ってくださいって言っても、いやでもあんた出てないでしょみたいな。そんなに困ってない。似てる人は出てるけど。じゃあまず一つ聞きたいことは、なぜそんなに太れた。普通1年目2年目、うん、ね、はい、いろいろなことに気を使い、うん、頑張らなきゃいけないと思って体重が減ることがあっても、はい、太る人っていないよな。大阪が楽しすぎた。すごく楽しい大阪。美味しいです。そうなんですよね、冬がね特に。ちょっとね、比べてみる。いや1月の諸国が本当に可愛いんですよ。これ評判良かったの。可愛い。同じポーズしてみて。同じポーズ。わかります。そんなに気にはならない程度のような気がするんだけどな。自分でも感じるんですよ。感じるよな。喋ってて自分のほっぺたを噛むことが増えた。それ大問題。発表するな、テレビで。そんなこと。話は戻りますが、カレンダーが完売しなければ解散でしたよね。要するに解散という公約を守ってもらいます。解散するんですか。はい。嫌なんですけど。嫌です、ね、え、こんな唯一いろんなことさせてくれる番組が。なんでそんな笑いながら言わないの。先輩嫌ですよね。吉田さん、吉田はね、ちょっと結婚して自分が幸せになったから、もう無理してこんなことやらなくていいんじゃないかっていう。ちょっと、まあ、こうやって多くのね女性アナウンサーが一度に会して何かをやるっていう番組がなかなかできない中頑張ってきたわけですからね。ただね、ここでできなかったらやめますって言った以上ですよ、何もなしで存続しますっていうのもね、なんかこう応援してくれてる、あるいは視聴者の皆さんに納得してもらうの難しいかなと思うんですよね。まあ、罰ゲームも含めたですけども、そのなんだろう、みそぎ的な。みそぎ、はい、心を入れ替えてもう一度一からやり直すのでという気持ちをですね、形として表さないといけないかなと思うんですよ。どうですか。やりましょう。確かに言った以上は、うん、だよね。カレンダー完売失敗による、解散を、許してもらうために皆さんにしてもらうみそぎは、うん、はい、そうですね、やっぱりかなり厳しいことにチャレンジしてもらわなきゃいけないんで、スーさん、はい、バンジー系とか行ってみるか。ですね。え、本当？本当ですか？うん。ということで、バンジージャンプの模様は2月21日深夜のアナウンサー特番内で放送します。さらに YTV 毎度でちょこちょこ先行配信、お見逃しなく。